皆さんこんにちは、ニンニクハンターです。今日はですね、一緒に遊ぼうのアップデートのご紹介をさせていただきます。こちらの建物は図書館なんですけれども、こちらの入り方も最後にご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。ニンニクハンターチャンネルではこれからも一緒に遊ぼうのアップデートや裏技の紹介をさせていただきますので、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。今回のアップデートで一番気になったのはこちらですね、イースターエッグになります。こちらは春を祝うための復活祭の卵というふうに言われています。ダイヤ50個も使うんですけれども、期間限定なので1つぐらいは買ってもいいのかなと思います。あとはこちらになります。こちらのギターマンに話しかけると、いろいろな楽器を買うことができるんですね。今回はこの楽器をご紹介させていただきます。かなりの数の楽器が追加されていました。カスタネットやタンバリン、シンバル、この楽器を組み合わせるだけで何か曲が作れそうですよね。こちらのカサバは私は使ったことも見たこともないんですけれども、値段が1500スタート、ちょっと安めなのがいいですよね。私が気になったのはあとはこちらですね、ハンドベルになります。ドレミファソラシドが打てるので、これだけで何か曲ができますよね。なのでちょっと私試しに作ってみました。ただこれはジェネレーションギャップがあるので、もしかしたら知らない方もいらっしゃるかもしれません。それではダウンタウンの図書館の入り方をご説明させていただきます。こちらは雄吉さんから教えていただいたんですけれども、サイドカーで入ることができるようです。私はサイドカーは持っていないので、こちらの愛の人力車で入らせていただきました。以前は愛の人力車で入ることができなかったんですけれども、アップデートが行われていたので入ることができるようになったようです。こういったバグを探すのも結構面白いですよね。最後までご視聴ありがとうございました。